はい、こんにちは、ブルーハーツ全曲解説ブログの管理員の新井でございます。今回のハイローズこの1曲はですね、誰でも知っているかもしれないです。日曜日よりの使者です。これはですね、まあ皆さんメロディー、CM でよく使われてるんでね、知ってますよね。シャラララシャラララララシャラララシャラララララですね。これね、アメイジング・グレイスになんて似てるなんて言われてね、ちょっとインスパイアされてるかもしれないですよね。この曲にはいろんなエピソードがあるんですけど、やっぱり言うて、ダウンタウンの松本さんです。このイメージは松本さんです。これは、限りなく可能性が高いと私は思ってますね。いろんなそのインタビューとか私好きなんで読んでて分かったんですよ。まず一つ、この日曜日よりの使者のタイトル、この日曜日、ガキの使いあらへんでがやってる曜日です。そして、適当な嘘をついてその場を切り抜けて誰一人傷つけないっていう、この歌詞に込められた、メッセージの対象となる人物は松本さんなんじゃないかと、トークやってたんですよ。そのハガキを読んで松本さんが適当な嘘をついてボケ倒すっていうガキの使いのフリートークコーナーっていうのがあって、多分それのことなんじゃないかって思ってます。私も好きなんでね、松本さんがめちゃくちゃ、ブルーハーツとか好きな人ってなんか知らないけどダウンタウン好きな率が高いなって思うんですけど、なんか似てるんだと思うんですよね。わかんないけど何かがね。当然その作者であるヒロトさんも松本さんにかなりインスパイアっていうか、そのハマってるわけですよ。なんでそれも確実なんですけど、なんで言えるかっていうと、ビジュアルバムっていう松本さんがすごく前に出した、松本さんのテイストを強く出したビデオがあるんですね。これは松本さんの笑いが相当好きじゃないと分かんないビデオで、システムキッチンっていうのがあったりとかも分かんないと思いますけど、ただシステムキッチンで浜ちゃんと、微妙な間を演じるってだけなんで、分かりやすい笑いじゃないんですけど、とかね、あとはなんだっけ、なんかちょっと覚えてないですけど、タイトルオフィスでなんかメガネを、ただ切れて投げるみたいなやつがあるんですよ。でそれに対してヒロトさんがコメントしてたんです。まっちゃんのそのビジュアルバムの感想として、見た感想として、ヒロトさんが、そのメガネを投げるシーンで何回も笑ったって言ってたんですよ。だからそのぐらいやっぱり笑いがヒロトさんに合ってるんじゃないかって、この松本さんと感性が近いんじゃないかっていうのがすごく思いますよね。で一方で松本さんもブルーハーツ大好きなんですね。ブログでも書いたんで、もうそこ見てもらえば分かりますけど、ヘイヘイヘイも松本さんの方からオファーを出してますし、ハイローズのねジャケット、ロブスターとか千年メダルとか真夜中レーザーガンとか、あれも松本さんがイラストをヒロトさんから言われて書いてるんですよ。まあたまたまなんかイラスト描きたいタイミングだったって松本さんの遺書か愛のどっちかの著書の中に書いてあったんですけど、まあそのぐらいその2人は結構リスペクトし合ってるような関係だと。松本さんはね、これブログにも書きましたけど、以前うんこちゃんとその連れバンドっていうのを夢で会えたらの中で結成してて、夢で会えたらっていうのは番組の名前ですけどね、一番最初のまだダウンタウンが東京に出てきてない時かな、多分大阪でやってた時なんですけど、うんこちゃんとその連れバンドっていうバンド結成してて、そこで人に優しくとかトレイントレインとか歌ってたりして、松本さんももうずっとハマってるわけですよね。で、これもブログに書きましたけど、東京と大阪の行き来の新幹線の中でブルーハーツを毎回聴いてたと。で最も影響を受けたものとしてブルーハーツを挙げてるんですね。なんかこれすごいことなんですよ。この2人、私2人とも好きなんで、しかもかなりのレベルで好きなので、この2人が、その中途半端なレベルじゃないんですよ。この松本さん、ダウンタウンとブルーハーツに関してはめちゃくちゃ好きなんですね。その2人がリスペクトし合ってて、なんかすごいな、なんか響き合ってるなって思いますよね。だからこの日曜日よりの使者もね、
広瀬さんも当然意識してんじゃないかなと思ってて、でこれをより証明するのがね、ハイローズの CM なんですよ。ハイローズのフラッシュ、ベストアルバムが出た時があったじゃないですか。その時に、松本さんがなんかハイローズのそのフラッシュをね、これは浜ちゃんの分とか言って誰かにあげるみたいに仕分けをしてるバージョンの CM があったり、この曲もいいね、この曲もいいねみたいな、サンダーロードいいねとか言ってたんですけど、でも一番好きな曲なんすかって最後に聞かれて、日曜まで言って CM が終わるっていうのがあるんですよ。でこれ完全に日曜から始まる曲は日曜日よりの使者しかないですから、これ日曜日よりの使者で確定なんですよ。だから松本さんがそれをあげるってことはやっぱり、これは自分のことを歌ってんじゃないかって自分でも思ってんじゃないですかね。で何よりね、そのエピソードとしてこれは滑れない話の、木村雄一さんが語ってたので確定したんですけど、松本さんの結婚式にヒロトさんが行ったんですよ。でそこで歌った曲が日曜日よりの使者と言ってたんです、木村雄一さんが。でこれすごいことで、ヒロトさん、マーシーさんは今まで、基本的にやめたバンドの曲やんないんですよね。ブルーハーツからハイローズになった時も基本的にやってないんですよ。リンダリンダとかもよくね、昔の曲にすがってやっちゃうバンドもあるじゃないですか。まあ別にそれはいいことでファンも望んでるんでいいと思うんですけど、ハイローズの場合はね、グッドバイっつって、一番最初のアルバムでグッドバイしてるんで、1曲目グッドバイですからね、さよならする綺麗さっぱりって言ってますから、まあこれグッドバイの解説じゃないんでちょっとそこは割愛しますけど、そのぐらいですね、過去にすがらないのに日曜日よりの使者とかやってるんですよね。まあブルーハーツの時に僕の右手とかを一回やってたりとか、あとはタモリさんの番組でリンダリンダのハーモニカ吹いてたりとかはあったんですけど、基本的にやってない。だけど松本さんの結婚式や日曜日よりの使者をやってるっていうことで、まあ相当その曲への気持ちの入れようっていうのが分かりますよね、なのでこの日曜日よりの使者っていうのはなんかハイローズとブルーハーツ、ダウンタウンが好きな人にとってはもうなんかすげえいい感じで聴ける曲だし、別にそうじゃなくて、ね、単純に曲としてなんか気持ちいいよねっていう、そういう曲なのかなと思います、はい。ぜひ皆さんも日曜日夜の使者もう一回聴いてみてください。ご視聴ありがとうございました。